1年あるいは1期だけではそこに到達できないかもしれません。しかしアメリカの皆様、私は今日ほど希望を持ったことはありません。我々はそこに到達できます。国民としてそこに到達できます。後退もあるでしょう。そしてスタートしたかと思ったらそうでなかったこともあるでしょう。そして私が大統領として行う政策に同意してくださる方ばかりではないでしょう。政府は全ての問題を解決できないことは分かっています。しかし我々が直面する課題について私は正直に皆様に説明します。そして特に意見が違うときには説明をします。そしてこの国を再建するために皆様にも加わっていただきたいのです。221年の中で少しずつ初めてこの手から手作業していかなければなりません。21ヶ月前、冬の最も寒い時に始まった仕事です。我々こうした変革をもたらすチャンスを与えられたのです。そして以前のやり方に戻ったらそれを実現はできません。皆様なしには達成できません。新しい奉仕の精神、新しい犠牲の精神なくしてはそれは達成できないのです。ですから新しい精神を呼び起こしましょう。愛国心、責任感、我々すべてが協力し、そして努力をしていくのです。我々だけを見るのではなく、お互いを見ていくのです。そしてこの金融危機が何かを教えてくれとしたら、それは一般の人たちを犠牲にしてウォールストリートが栄えることはできないということです。この国は一つとして一つの国民として同じ党派的な動きに戻ってはなりません。こうした分断が政治にずっと毒を与えてきたのです。共和党、自立の精神に基づいています。そして個人の自由、そして国家の結束に基づいている価値観、これは我々すべてが共有している価値観です。民主党は今日勝ちましたけども、我々謙遜の心を持ちます。そしてそうした分断を癒そうとします。これが我々の進歩を妨げてきたんです。リンカンは言いました。今よりももっと分断されていた当時です。私たちは敵ではない、お互い友人だと言いました。対立があっても私たちの愛情の絆を断ち切ってはいけないと言いました。支援してくださる人たち、皆さんの投票、それに値する私仕事が必要ですし、皆さんの助けもまた必要です。皆さんの大統領に私なります。そして外国から見ている人たちもあります。あるいは議会や宮殿から、あるいはラジオでこれを聞いていらっしゃる人もいるでしょう。戦争の中の人たちもいるでしょうけども、私たちの運命を共にしなくてはならないのであります。新しいアメリカがこれから立ち上がろうとします。世界をバラバラにする人たちに対しては、私たちはあなたたちを打ち負かしますと言います。平和と安全を求める人たちは私たちは支持する、支援します。そしてアメリカの灯火がまだ灯っているのか疑う人は、私たちの国の本当の力は私の富や武力から来るのではなくて、私たちの理想から来る、民主主義、自由、機会から来るということ、そして希望から来るということであります。台湾の希望から私たちの灯火、将来があるということ、それがアメリカの真髄です。アメリカは変わることもできます。合衆国をさらに完璧なものにするのです。私たちは希望としての国ですけれども、さらに達成しなくてはならないことがまだ残っています。そしてこの選挙はその一歩です。アトランタで投票した女性がいます。それは他の人と同じようにこの選挙で自分の声を届けようとしました。ただ一つ違うのは、クーパーさんは106歳なんです。
奴隷の時代のすぐ後に生まれた人です。車のなかった時代です。2つの理由で投票できませんでした。女性であること、そして肌の色のゆえであります。今夜彼女がこれまで一世紀の間見たアメリカのことを考えます。そしてその戦いと前進と希望を彼女は見てきました。人々はアメリカの信条、アメリカの信条を信じてやってきました。私たちにはできるなということです。そういう声が時々抑えられることもありました。しかし投票することができます。そして私たちはできるのです。ついに投票することができました。そして彼女はニューディールの時代も起きてきました。そして新しい共通のビジョンを持つ、私たちにはできるんだという時代です。そして港に爆弾が落ちた時、国民が立ち上がるのを、そして民主主義が守られたの、救われたのを彼女は目撃したのであります。イエス、私たちにはできます。バーミンガム、それからサルマ、あるいはアトランタの人たちも言っています。私たちは勝利するんだ。そうです、私たちはできるんだということです。月にも到着しました。ベルリンで壁が壊れました。世界がつながりました。古い科学と私たちの想像がつながったので、そして今年のこの選挙で彼女はタッチスクリーンで投票しました。106年の間にアメリカは辛い時代もいい時代もありました。アメリカが変わることができるということを彼女は知っているのです。そうです、私たちにはできます。アメリカはここまでやってきました。私たち多くを見てきました。しかしさらにやらなくてはいけないことがたくさん残っています。ですから今夜私たちは呪文しなくてはなりません。私たちの子供たちは次の世紀、あるいはアン・ニクソン・クーパーさんのように長生きできるなら、私の子供たちが私たちの国の前進をさらに目にすることになるでしょう。その求めに応える今のそのチャンスなんです。人々にお仕事に戻し、子どもたちに扉を開く、そして平和を取り戻す時です。アメリカは根本的な真理を思い起こします。我々息をし希望を持ちます。そして皮肉主義や懐疑的な見方にも直面しました。しかし我々にできないという人たちにはこう言います。国民の政治にのっとってイエスウィーキャンというのです。ありがとうございました。皆様に神のご加護がありますように、そしてアメリカ合衆国に神のご加護がありますように。オバマ氏の地元イリノイ州シカゴでオバマ氏が勝利を宣言する演説を行いました。15分ほど演説しました。オバマ氏は今夜ついにアメリカに変革が来たと述べました。アメリカで不可能なことはないというふうに述べました。そしてこの勝利は皆さんのものだというふうに述べました。7万人を超える支持者がオバマ氏の演説を聞いていました。時々支持者の間からYes, we can と、私たちはできるという声が聞こえていました。アメリカで初めての黒人の大統領となるオバマ氏、支持者を前に演説を15分にわたって行いました。副大統領となるバイデン氏、バイデン氏と今抱き合って支持者に手を振っています。イリノイ州シカゴ、オバマ氏の地元です。オバマ氏はこのイリノイ州選出の上院議員です。その地元で支持者を前に大統領選挙に勝利をした、大統領選挙に勝った演説を行いました。勝利宣言の演説をしました。